緊張 と、リラックスっていうちょうど合間、まあ、これをゾーンの状態とかって言ったりするんですか、まあ、集中できてる状態、陰陽の法則っていうものが存在してるんですね、はい、あ、表裏一体ってことなんですよ。これ不自然な動きやめて自然な流れの話をするって変えると、ほらめっちゃプレッシャーがかかった時、できなかったらどうしようと思って、できなかったらどうしようって、これできない自分を感じてるわけですよね。はい、どうもです。誰だよっていうね、ことなんですけど、皆さんお久しぶりです。ね、ちょっとね、ウィナーズを抜けてからね、はい、いろいろね、YouTube いろんなことやってきたんですけど、ロス、わかる？ロサンゼルスですか？違う、ロスっていう、テイクナウンサーの3人組で、はい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 、そう、ちょっとね、やっていこうっていうところも話したんだけど、まぁ、ちょっとね、いろいろ、俺のこう、本当にね、発信していきたい内容っていうところをやっぱりやっていこうということになりました。はい、なので、まぁ、サムネとね、タイトルにある通り、今日はね、そういう内容をやっていきたいと思います。で、誰なんだよってね、思ってると思うんですけど、僕が19歳の時に初めてね、サッカーのコーチをやった時の小学生で、俺がコーチでしたね。うん、そうですね。あの動画の時のともきです。はい。まあ、覚えてやってください、皆さん。はい。はい。ということで、今日なんですけど、ここちょっとね、今すごいところに今、一応来てるんですけど、僕が、実はこれね、SNS 上ではね、本当に言ったこともないんですけど、2年弱前ぐらいから、まあ、メンタルね、わかりやすい言葉で言ったら、メンタルだったりとか、まあ、心のこと、心理学とか脳科学とか、まあ、そういった領域の話にはなるんですけど、そういったところを、より、スポーツを活かしたりとか、もともと僕は入り口としては仕事に活かしたくて、勉強させてもらってたんですね、もう2年弱ぐらい。はい、で、まあ、それをずっとスポーツに活かしたいとか、まあ、今見てる人スポーツやってる人が多かったりとか、あとはまあこれからねサッカーやめて仕事しにね仕事をする人とかも結構多いと思うので、まあそういったところに活かしたいなっていうところで僕は勉強スタートしたんですけど、まあ、やっぱねそこら辺をねものすごく面白いので、そこら辺をちょっと発信していきたいなっていうふうになって、今回ねそういう動画にしてみようかなというふうに思っています。はい、今日は僕だけではなくて、今日なんとここね僕が2年間メンタルとか、まあ、そういうところを教わってる、先生のねのお宅に、来させていただきました。これからはこの後は先生のとこ行って YouTube っぽくどう思うってスタートできないので、僕らがいつもね勉強しているようなところを、今日は初めてね、ともきは初めてなんですけど、そこの様子をね今日は映したいと思うので、ぜひそちらを見ながらたくさんね学べることあると思いますので、ぜひ楽しみに見ていってください。例えばともきの中で、まあ、メンタルっていうところでなんか気になることとかありますか？今日先生に聞きたいこととか。まずやっぱこう試合前の緊張とか、うん、ああはいはいはい、多かったですね。それによってプレーの影響とかも、うんうんうん、そういうの聞きたいです、ね、うん、いいね。事前にこれなんでね俺この動画一本目やりたかったかっていうと、インスタで質問ありますかってやった時にメンタルの質問の時だけ異常に多い、うん、もう100件とか来るのね、メンタルの質問が。で、やっぱその中でも多かったのが試合前の緊張だったりとか、うん、まあ、あとは、サッカー辞めた後に、こう、仕事での人間関係だったりとか、まあなんかそういったところがすごく、メンタル、心のみたいなところが多かったので、僕はまあ、2年間こういうふうに勉強してきて、で、自分で発信していくのもいいんですけど、やっぱりそっち先生とかに、やってもらえるとすごく、わかりやすくね、発信できるかなと思ったので、やっていきます。スポーツに活かすることすごくたくさんあるので、僕が話すより多分ね、いいと思うね。はい、ちょっとじゃあ聞いていきましょうか。じゃあ行きましょう。ありがとうございます。そもそも、パフォーマンスとストレスレベルっていうのはもうヤーキーズ・ドットソン法則っていうのがあって、これもアメリカのなんかね学者さんが作ってるやつなんですけど、パフォーマンスっていうのがこっちパフォーマンスとこのストレスレベルっていうのがあって、まあ、こういうのを示した表なんですけど、こっちに行けば行くほど緊張で、こっちに行くほどリラックスっていう流れなんですけど、パフォーマンスこっちが高いで低いってことですね。でどういうグラフを描くかっていうと、まあ 100% リラックスってないのもこの辺から始まるわけなんですけど、こういう図を描くっていうのが、まあ、科学的に解き明かされてるって話で、さっき言われた通りの話でもあるんですけど、リラックスしすぎててもパフォーマンス上がらないし、
緊張しすぎても落下のパフォーマンス上がらないし、一番いいのは緊張 と、リラックスっていうちょうど合間、まあ、これをゾーンの状態とかって言ったりするんですが、まあ、集中できてる状態、まあ、この状態になれないんですけど、この状態になる方法ってなんかトン君持たれてたりします？パッとルーティン的なね、はい、こっちからこっちは別にそんな難しくないんで、どちらかというとこっちですよね。あ、でもいいプレーしだして、それこそ応援とかこう歓声とか湧き出すと、はい、ちょっとこう高揚してきて、そこからだいぶいいプレーに続くようになる。あ、いいですね。その形が一個持たれてるのも私だと思いますし、僕らベースが武士道なんですね。武士道ってなんか居合って考えがあるんですよ。居合とかって聞いたことありますか？居合、僕らやってない居合術なんですけど、まあ、分かりやすいとこうやってさえパパって抜くってやつですね、うん、抜くんですけど、抜いてドンって切るんですけど、居合わせるってことなんですよ。だから歩夢くんがもし敵だとしますと、まあ、こうやって道歩いててこうやってあって居合わせたんですね、うん、多分戦わないといけないんで、はい、その瞬間もう本当にこの今この瞬間に抜くときにパフォーマンス、ここの状態がいいかこっちの状態がいいかっていうとどっちがいいですか？そっちの状態、こっちの状態がいいですよね、はい、居合わせたって状態で時にさっとこの状態に移れないと、そもそも居合でミスったらどうなります？死んじゃう。死んじゃうんで、うん、これ生き死にっていうのが前提なんですね。生き死にっていうのが前提で考えた時にってことは、いいプレーしだして歓声浴びたりとか、うん、よしってなってきたら調子上がっていくのはめっちゃわかるしいいんですけど、居合わせた瞬間いい技が繰り出せて、周りをあいついいぞってなったらパフォーマンス上がるでは、もう死んでるんですね。だから、一瞬でここの状態に持っていけるっていう技が持ってないと死んでいったんですね、侍って。だからその感覚だったりとか、その技っていうのをここで使ったらアスリートも、ちょっと、また別次元に行くんじゃないかっていうのが僕らの持ってる仮説で。で、ちなみに言うと、できるできるっていうパターン、うん、はい、自分は大丈夫できるってやつですね。大丈夫できるって言い聞かせるって多分僕結構聞いてきた中でみんなこれやるっていう話だったんですね、うん、僕の周りも結構プロ選手でも多い、プロ選手でもこれなんですよね、うん、これって結構危なくて、いける範囲はいいんですよ、うん、でもだからどちらかというとここぐらいまではこれでなんとかなるんですね、このレベル感として。でもこっちに行き過ぎた時にもうダメになっちゃうっていうのがあって、できるっていうのって僕ら自然の法則っていうのを前提にしてるんです。武士道とかって基本自然の法則っていうのが前提で、この中に例えば一個陰陽の法則っていうものが存在してるんですね、はい、表があるから裏があるんですね。裏がてか裏がない表ってあります？ないですね。ないですよね、うん、ってことは表裏一体ってことなんですよ。これこの物理的に見たらこれわかると思うんですけど、こういうのをこう引用マークとかでこう書くんですね。できる自分っていうのがいるわけじゃないですか。できる自分がいるってことはその反対にどういう自分います？できない自分。できない自分いますよね。だできない自分っていうのとこのできる自分っていうのが両方いるっていうのが結構普通というか、まあ、これがない人がありえないですね。でちょっと聞きたいんですけど、めっちゃプレッシャーかかった時できなかったらどうしようと思ってません？ああ、はい、できなかったらどうしようってこれここのできない自分を感じてるわけですよね。失敗したらっていういわゆるネガティブなやつですね、はい、これネガを感じない人っていないんで、てかネガを感じないって言ってる人は感覚が弱りすぎてるんで、うん、表しかないっすって言ってる人なんですよ、うん、え君大丈夫みたいな話なんですねそれはただの不感症で本来的じゃないっていう、うん、自分は生かしきれてないってことです。で両方の自分がいる中で大丈夫できるって思い込もうとしているのって、はい、自分には
表しかないって言ってるのと変わんないですよ、うん、これどうですか、自然ですか不自然ですか。不自然、不自然なんですよ、うん、不自然っていう流れでこれ不自然なんですよ。こっちの表裏一体で両方あるっていう、この2つとも両方あるっていうのがこれ自然なんですね、うん、そりゃあそりゃそうっすよね、うん、ホワイトボード見て、いや表しかないっすっていう人いたらえ、ちょっと待って大丈夫みたいな話じゃないですか。でもこれメンタルって言った時に抽象的な形になるんで、うん、結構これやっちゃうんですね、うん、でも本来こっちですよね、うん、だからで、こういうのを器とかって言うんですけど、メンタルっていうか器の話なんですね。心の器とかって言うんですけど、器っていうのが大きいと、これ大きいといわゆる受け入れれてるんで、緊張してる時って受け入れれてないってことなんですよ、その現象に対して。で大きいと小さいっていうのがあるんですけど、まあ、この大きい時はパフォーマンスが高いっていうことですね、まあ、人間性イコール人間性って言ってもいいです。人間性が高いと結局パフォーマンスも高い、これを違う言い方でエネルギー値が高いとかっていうんですけど、でこれ小さいとどうなるかっていうとパフォーマンスが下がるんですね。でパフォーマンス上げたいわけじゃないですか、うん、そしたら器を大きくするっていうのが道になるんですよ、はい、で自然の法則に沿って流れに沿るのと逆流行くのって沿った方が良くないですか。そうそう、その自分が、流れに沿ってない形を流れに沿う形にしたらいいだけなんで、それだけでパフォーマンス上がってエネルギー値上がるっていうことになるんですよ。だから両方あるって受け入れるってことなんですけど、どうやったら受け入れれますかね、うん、これってこの大丈夫できるっていうのはこれを対して否定してるわけじゃないですか、はい、ある意味、はい、できない自分を否定してこれを負のネガティブなイメージとか持つなとかって言われたりしないですか。あ、言われます。ネガイメージ持つなって言われて、持ってる人にネガイメージ持ったらダメだって言ったとて、はい、もっと持ちます。確かにそうですよねあの、そうなんですよ。これ何に見えます。あ、今飲んでると思うんですけど、水ですよね。これ水って思うなって言われていけます。無理です。無理なんですよ、うん、そう、無理なことを言うなってことなんですね、うん、それ不自然なんで、はい、僕たちってイメージしたものっていうのがクリエイトされるっていう世界に生きてるんで、ネガティブをイメージしたらネガティブが来ちゃうんですよ。確かに、うん、そういう世界観もあるんで、出したら来るっていうのはあるんですね、実際言うと。それはそうなんですけど、でもできないじゃないですか、イメージするなって言われても。イメージしちゃうんで、ネガをイメージするなって言うってことはイコールネガイメージしろって言ってるのと変わんないですからね、うん、こういうのを、自己効力感とかって言うんですけど、自分はできるって思い込もうとする、で自分は力を持ってるって思い込もうとするっていうのは自己効力感っていうやつ。こっちのアプローチをほとんどの人するんで、経営者もみんなしますから、うん、でもそれだともったいないので、エネルギー値別に低かってパフォーマンス低かっても、その中でレベル上げ100の力持っててパフォーマンス 50% しか出せないって言っても、100持ってたら50出せるんで、もともと50の人だと25なんですけど、うん、50出したかったら100にしたら50出るんでっていう考え方で別にやってもいいんですけど、100持ってたら、まあ、少なくとも80ぐらい出したくないですか。そうです。そしたらこういうアプローチを知っとくっていうのが重要ですよねっていう、うん、結果出したい目の前のことってなってる時は、これを受け入れるっていう言葉を使うんですね。これを自己肯定って言うんですけど、こういうふうに思っちゃう自分っていますよね、はい、います。いるよね。で自分に言い返してほしいんですよ、うん、これ受け入れてません、めっちゃ受け入れてます。でそう思う自分もっていうのが重要で、はい、もういるってことはいけるって思う自分もいる、いますよね、はい、そしたらこれで両方になるって話になるんですよね、うん、これちょっと体感いただくと分かるんですけど、で本来筋力じゃないところの力があるとかって聞いたことあります。筋力じゃない力ですか。あ、それ先にちょっとやっとこう。早くちょっと僕をこう押してもらっていいですか。これ僕よりまあまあでかいんで。そうですね。僕別にあのアスリートじゃないんで、はい、そもそも。これ僕めっちゃ押しますけど、はい、これ頑張って押してもまあ耐えれるじゃないですか。はい、いきますよ。
これ今筋力勝負したら僕の方が筋力ないに決まってるんで、ガタイいいですからね、アイム君の方が。いきますよ、これ筋力じゃなくてエネルギーってところが上がるとスッと勝手に行く。これスッだと思うよね、初めて見たらね。多分ね、見てる人もね、はいと思って、ね、今ともき君も、そしたらじゃあ行ってみ、これはさすがにいけます。まあ耐えれますよね、体幹臭がね、耐えれますよね、うん、でも僕もめっちゃ頑張ればなんとかなりそうですけど、うん、これいきますよ、しっかり押さえててくださいね。ほんでこれエネルギーってところの話で、今不自然だったってことなんです僕、はい、後でもうちょっと体の話やりますけど、はい、これ不自然な動きやめて自然な流れの話をって変えると、ほらおい、トモキ八百長すんなって。僕行きますからねってちゃんと言いますから、ね、タイミングじゃないんで、行きます、ゆっくり。やらせなしだってトモキ、めっちゃゆっくり行きますからね、うん、なんかね、結構これタイミングじゃないかみたいなこと言われる、これスーって言うと変容しますからね。おーすごいですね、すごいですね。すごいですね。これ別に僕頑張ってない感じもわかります。そうですね、まあ、軽くやってる感じします。軽いんですよね、自然の話なんで、自然の流れに説明に沿うとこういうこと起こるんで、うん、すごいな。そう、だからこれ前でやります、横も一緒なんですよ、横押さえてもらっていいですか。サッカーとかであんま前はないですもんね。そうですね、前競り合いとか横もこれで頑張るんじゃなくて、それとか、これは難しいじゃないですか、うん、これで多分これで当たって、あの当たり負けしない体をみんな作ろうとするんだと思うんですよ、まあ、うん、で自然の流れってスッと入るとか、もうなんか全然違う、やばいっすね、うん、なんか不思議っす、不思議っすよね、これがあるんですよ。いいの、2人とも考えてるんですよ。どういうことっていう考えてるんですよ今。そもそも言うと、もう一回ちょっと持ってもらっていいですか。じゃあ僕押そう、押しますね、うん、押してる時って、ほらこれ頑張って押した時って、物理の話なんですけど、この2人いるじゃないですか。で僕が押すと作用と、ああ、はい、反作用、はい、理科、理科だ、理科、押すと押し返すってきません、絶対。だから僕これ押し返されたくないじゃないですか、はい、うん、そしたら何したらいいですか。押し返されたくなかったら、はい、押すと押し返されるんですよ、はい、押し返されたくなかったです、はい、押し続けます。押し続けたら押し返される。あ、だからあの確かにそうなんです。僕がめっちゃ100キロぐらいの体重あって強かったら、ドンって行くじゃないですか。はい、そしたら、トモキ君が飛ぶんですけど、はい、次5人ぐらい来たら、そう、無理じゃないですか。そしたら押し返す力って、なくならないですよね。これ、やったらやり返すみたいな流れと変わらないですけど、はい、この流れを断ち切らない限りは、自然の流れに行かないですよ、うん。全部みんな一緒だっていう感覚なんですね。合気とかって話しますけど、合気とかって聞いたことあります？合気とか。合気とかね。合気って気を合わせるって感じじゃないですか。もともとこれ別だから、別同士だから反発し合うんですね。一緒って捉えたら、押し返すって理論ありえなくないですか？そうですね。はい。それに、そうされてるって頭では理解できてないと思いますけど、はい、勝手にしてるんですよ。うんうん、っていう話なんですけど、そういう体の状態になってるんですけど僕が、うん、もう一回、そしたら、はい、一緒に合わせるってパッてやると、うん、絶対止まっとってくださいね、うん、これ止まれないですよ。止まれってマジで分からないです。マジで分からないです。止まれないっていう状態になったんですっていうのが、いろんな形でこの状態を作る、今言葉でやりましたけど、うんうん、今の話は、うん、これと一緒なんで、で、エネルギー値の話でちょっとだけ体感したいんで、じゃあ、歩夢君とで行こうか。ちょっとこれ真似後でしてもらうんで、はい、で、できなかったら失敗したらどうしようって言ってもらっていいですか？できなかったら失敗したらどうしよう。で、こういう風に言ってる人って、まあ、ネガティブなんで、まあ、基本的にパフォーマンス低いんですよ。うんうん、緊張状態とかってなってるんで、その時にこれ、グーして、ここは離れないように、力入れてください。僕がこれ取るんで、これぐらいの力。まあとで二人一組でやってもらうんで、次、大丈夫できるって言ってもらっていいですか？大丈夫できる。できる。大丈夫できる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。って言い聞かすんですね。でもこれでもエネルギー値は上がんないんですよ、うん。パフォーマンスは上がってないっていうのは分かります。はい。よし。じゃあできなかったら失敗したらどうしようって言ってもらっていいですか？できなかったら失敗したらどうしよう。そう思う自分もいるよね。そう思う自分もいるよね。はい。
ってやって、そしたらもうめちゃくちゃ強くなってるんですよ。もう、なっていうのは、うん、まあ俺はわかんない。これ、自分の回転数だったりとか、自分がどうなってるかはちょっとわかりづらい。そうそうそう、わかんない。それは新幹線に乗ってるのと、チャリンコ乗ってるので、別に自分が速く走ってるかどうかってあんまわかんないんですよ。新幹線の始めと、めっちゃ速い時と、外はめっちゃ速くなるからはわかるんですけど、自分わかんないっていうのはそういう感覚なんですよ。それを体感値を上げていけると、今自分がどういう状態なのかっていうのが見定めれていくんで、このパフォーマンスって基本的なエネルギー値の話なんで、それをちょっと一回体感してもらっていいですか？俺がやるね。大丈夫。できる。できる。できる。はい、取って、思いっきり取って。もうこんぐらい。うん。うん。失敗したら、できなかったら、どうしよう。と思ってる自分もいるよね。え、ほんと？こっち、え、こっちの強かった？いや、同じぐらいでやりました。え、じゃあ俺、今どっちが強かった？こっちっす。あ、ほんと？はい。ああ。ですよ、ね。あ、そう、あ、そういうことです。俺、だから、俺は。あ、俺しかわかんないってことです。そう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 。あ、俺は、俺は1回目も2回目も、そうそう、変わってない。変わってない。自分の最高パフォーマンス出してるはずなんで。でも俺のは2回目の方が硬くなって。硬くなってるってことは。トモキしか感じれないってこと。そうやって、トモキちゃん、逆側だね。トモキちょっと試合をイメージしてもらった方がいいですよね、多分。試合イメージしてもらった。PK とかのイメージとかわかんない。最近試合で、じゃあさ、緊張した時をさ、イメージしたら。一番なんか最近ちょっと緊張したな、みたいな。あ、まあでもはい。その時を、じゃあ、どういうシーンだったの？いや、もう試合前です。うん。じゃあ、その時イメージして、はい、で大丈夫、大丈夫、じゃあ、できる、できるって、いつも通り。大丈夫、大丈夫。できる、できる、できる、できる。ああ、はい、本ぐらい。はい。オッケー。じゃあ、こっちか。できなかったら失敗したらどうしようと思って自分もいるよねっていうのをちょっとイメージしながら言ってみて。できなかったらどうしよう。失敗したらどうしよう。まあでも、そういう自分、そういう思う自分もいるよ、ね。あ、全然違う。本当ですか？全然大したってなるやん。はい。ごめん、そんな感じ。マジっすか？全然変えてないです。え、変えてないよ。これ、姿勢とかでもさ、あゆむくんこれ、ここグッと立ってもらっていいですか？こっち向いてもらっていいですか？で、僕がここパーンと押すんで、どれぐらいで、一生懸命、これ姿勢こんな感じですね。で、大丈夫できるって言ってもらっていいですか？大丈夫できる。大丈夫できる。あ、大丈夫できる。大丈夫できる。大丈夫。できないですね。あ、できないですね。軸が立ってないんで。あで、できなかったら失敗したらどうしようって、そのまま、この、ネガティブになるパターンでやってもらっていいですか、うん、できなかったら失敗したらどうしよう。できなかったら失敗したらどうしよう。これも難しいんですよ。はい、ほんで、自己肯定。できなかったら失敗したらどうしようと思って自分もいるよね。はい、これほら。え？これやばくないですか？でも今のが強い、強いよ。同じぐらいでした。ああね。今一緒で、僕めっちゃ痛いですから。これ、やばい。この体感やばい。ちょっと。ちょっと、あゆむくん一回やってあげてもらって、あ、そうそう、ね、僕がやると、ちょっと桜っぽい感じ。確かに確かに確かに。じゃあ大丈夫大丈夫できるっていうね。なんかイメージしながら。大丈夫大丈夫できるできるできる。はい。あ、こんな感じね。オッケー。じゃあ、失敗したらできなかったらどうしようと思ってる自分もいるよねっていう感じで、ギリって。失敗したらどうしようって思う自分もいるよ。おいてか、なんか、叩いた顔めっちゃ痛くない？そうめっちゃ痛いですよ、これ。あれ、なんつうの？芯入ってる感じ。芯入ってる感じしますよね。はい、それなんですよ。言葉で変わるんだよ、こんな。言葉で体の状態変わるんで。でも やってみてほしいですね。全国民にやってみてほしいです。でも言葉で体の状態変わるってすごくない？だいぶすごいですね。なんか、バカにするよね。こういうのだけだとね。そうなんですね。これ使えばいいよ、みたいなさ。いや、俺 YouTube 結構見ますけど、うん、こういうの見て、うん、いや、絶対ないな、みたいな。絶対ないと思いますね。うんうん、やってみてわかりますね。ね。びっくりしました、今。こういうのやっていくと、どん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 受け入れれる自分になっていくんで、どんな時でも、うん、まあ、失敗しちゃったからどうしよう、そう思う自分もいるよね、つって。どん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 枠が広がっていくんで、うん、それを思わないっていうことがメンタルが強いって人と思われがちなんですけど、ああ、確かに。思ってない人って本当に変なんで、うん、そうですね。変なんですよ。感覚が弱ってるんで。うんうん、そうじゃなくて、そういう鈍感になるんじゃなくて、めっちゃ敏感になった上で、でも切り替えることができるっていう。うんうんうん、まあ、両方あるっていう。で、こっちめっちゃ感じるってことは、ここ100あるってことは、こっちも100あるんで。うんうんうん、裏が50で、表が100って変じゃないですか。うん、そうです。こんだけの大きさあるんですけど、裏この半分なんですよねって言ったら、どういう状態って話じゃないですか。期待があるから不安があるっていうこと。そういうこと、そういうこと。じゃあこれはもう本当いろいろ、見てる人のためにもそうですけど、テストとか、
はい、仕事とかでも全部これってことですよね。全部これです。もちろんこう今日お伝えしてるのはこういうことをどんどんやっていって器を拡大化していったりとかよりパフォーマンス上げていくっていうののめちゃくちゃファーストステップなんで、これこの武器だけでもうめちゃくちゃトップに行くかっていうと、もちろんそうじゃないんですけど、なんですかね、いわゆる小学校1年生で覚える技と、高校生とか大学生で覚える技、プロで覚えやってる技って、もちろん幅は違うじゃないですか。方向性は一緒なんですけど。なんでこういうとこからまず始めてもらったら、これだけでも、もう今体感いただいたと思うんですけど、めちゃくちゃ変わるんで、考えられないぐらい変わる。これのいいところは、心にも優しいっていうことですよ。頑張ってないですよね、これ。なんか頑張って受け入れるんじゃなくて、ただただ自分のダメなところ、残念なところとか、いわゆるネガティブになってるところを、ただただ自分で優しく受け入れましょうって感じですよ。よく自信がある人とかってイメージが多分ちょっとまた違いますよね。ポジティブがいいっていうのが結構あるんで、ポジティブシンキングっていう話じゃないんですよ、これ。ポジティブな人って、ネガを隠してポジティブな人結構いるんで。確かに確かに。この延長線上ポジティブです。テンションは高く、大丈夫できるよって絶対やばいと思ってますよ、ね、それ隠してますよねって、隠してるってことは否定なんで、自分に対する全部自分の思ってることっていうのは受け入れていきましょうと、そしたら人にも優しくできますからね。確かに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 、そうですよね。これでやっていっちゃうと、自分ができた時に、なんでお前できないんだになっちゃうんで。多分そういう業界というか、全部じゃないと思いますけど、大丈夫できるっていうふうに言う指導者の人とかが、もし指導者とか、上司とかは、それで自分ができちゃってきてるんで、そういう人ももちろんいるんですよ。でもその、断崖絶壁を登れる人と、外してゆっくりでも登ってる人と、両方いるんで。確かに全員できる方がいいですね。全員できる方がいいじゃないですか。100人いて、あのパターンでも1人、2人とかできるんですけど。たまに、確かに、本当にでも数人ですよね。チームに1人、2人いるか、みたいなね。本田圭佑選手みたいな人っていうのは。本田圭佑選手がこういう人か分かんないけど。もともとのポテンシャルが、他の人が100で、その人が2、300とかある人であれば、このアプローチ使って、そっか。パフォーマンス下がってても、他の人のそもそもの土台に持ってる能力値が違いすぎるので、全然大丈夫ってパターンとか、修羅場をくぐりすぎてて、そもそもこっち領域に行かないところの話だったら、全然いけるとか、っていうのはあるっすよね。俺の周りに結構日本代表候補みたいな、で選出されてる子とか結構いるんですよ。そういう子とかとこう、仲良くてご飯とか行った時に、緊張しないのみたいな、そういうし、なんか日本代表のなんか国際試合みたいなの出てる子もいて、そういう子とかにも、そういう場面って緊張しないのみたいな、で失敗したらどうなるのみたいな、俺聞くことあるんですけど、そういう時も大体そういう子たちはなんか、いや緊張するんだよっていうよりかは、いやでもまあ失敗まあしちゃうからみたいな、なんか結構受け入れてるんですよ、その失敗自体を。なんかまあそういう日もあるし、まあ、それに関して別に俺はやることやってるから、そういうこともあるから、もう別にそれは気にしない、その日のあれみたいな。素晴らしい。受け入れてるらしいですね。受け入れてるですね。そうなんですよ。ずっとうまくいったりとか、特にサッカーってミスするスポーツでもあると思うんですよね。そうですね。毎回全部、ね、本当、日本代表でも全然、そんなミスするのかいみたいなので、あったりすると思うんで。そんなことでいちいち一喜一憂しててもしゃあないんですけど、その受け入れ方が分からないとやっちゃうんで、ちっちゃい頃とか俺のお父さんすごいじゃないですか、結構こう俺の試合全部ノートに書いてたりとか、すごいすごい努力家というか、もう本当に中学校の頃とかその学校で試合あったら、俺の反省点とか話してる間に肛門閉まっちゃうみたいなそこまですごいんですけど、まあ、そういうなんかこう、いいプレーができなかったらやっぱめっちゃ怒られてるみたいな時に、セレクションとかも、受かりたいじゃなくて、お父さんによく見られてる。はいはいはい。そういうのが強いから、もう本当すごいもう緊張に弱かったんですよ。でもセレクションの夜とかも、2時ぐらいまで寝れないとか、足も震え出すみたいな感じなんですけど、で、お父さんがちょっとまあ、変わってきたというか、まあそんなに気にしなくなって、で、俺も結構こう自由にできてる時に、こう公式戦とか大事な試合とかでこうミスしても、今までだったら、あ、やばいやばいみたいな。お父さん怒られる。そうそう。コーチに怒られる。下げられると。すっごいもう頭の中そういうばっかだったんですけど、最近こう、
まあ、よくないんですけど、うん、失点に絡んじゃったとか、うんうんうん、まあ、俺のせいでこう結構大カウンター食らっちゃったとか、うんうん、はい、そういう時にやっぱ仲間とかにも結構言われるじゃないですか、うんうんうん、おい、っていう時に最近俺はまあまあまあ、まあ、しょうがないしょうがないって切り替え切り替えを考えれば考えるほど沼っていくのも分かってるから、うんうんうん、みたいな感じで考えられてたんで、うん、調子のいい時って多分できてる、ね、そうです、調子いい時できてます、無意識的に。確かにそこで結構固定化とかって言うんですけど、はい、固定しちゃうんですよね、はい、で自然体って固定されてるものって自然ではないんで、うん、全部流れてるっていうのが自然なんですよね、うん、あの仏教とかで無常とかって言うんですけど、うん、常なるものはないって、これ動きだったりとかっていうことが前提になるんですけど、そういう状態になってるといいんですけど、うん、ミスしたりとかそこのあどうやでここに執着しちゃってると、うんうんうん、調子いい時はいいんですけど、うん、そういう時もすぐに切り替えれるって術を、うんうん、ちょっとずつなんですけど、できていくとめちゃくちゃ変わってきますね、うんうん、それやっていくとね、サッカーだけじゃなくて日常生活もめっちゃいきますからね、うん、確かに確かに。仕事とかでもへこむんで、へこみ続けてる人とかいますからね、うんうん、ありますね、いますよね。恋愛とかもそうですね、恋愛とかそうですね、人間関係とかも全部そうですよね。あの時あげとけばよかったとか、うんうんうん、いやいや、もう言ってもしゃあないやなんですけど、うんうん、当事者はやっぱ思っちゃうんですよね、うんうん、それを自分でハンドリングしましょう、うん、体と心が連動してるっていうこと。うわぁ、違うっすね、全然。あー、すごい、あー、すごい、体が動くもんね、体が動くれるよ、うまいっすね。さあ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 さ